はようみんな。それな、起きれてよかった。はい、起きれてよかったです。なんか右肩を多分下に寝てたの。夜は多分ないと思うな。夜あったらあのこの時間に配信してないです。そうで、右肩を多分下に寝てたからめっちゃ腕痛くて、何この状況みたいな。ジンベエニョのぬいぐるみ持ってるのいいな。ジンベエニョってなんであんな可愛いんだろうね。最近ニョ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 映っちゃう。ジンベエニョダニョって、イエーイ。自分で起きてない気もする。自分で起きてはない気がする。いや今日は下地重ね塗りはやめぴしていきます。ちょっとでいいよ。オッケー。顔痛い、顔痛いよ。こっち側塗るときめっちゃ痛い。顔何これ。なんか肌荒れが落ち着いてきて嬉しい。今日この頃ちゃんとメイク落として寝てるからだね。やっぱ人間当たり前のことをするとね、体も当たり前の反応を起こすわけですよ。だからね、当たり前のことを当たり前にして生きていきましょう皆さん。もう朝配信と思えないくらい生き生きしてない私今日。こっちは全然雨です。私もう寒すぎてやばい今日。おはようみんな。早起きだねみんなも。わかんない、みんなはもうさ職場だったりするのか。素晴らしいね、偉すぎるだね。発言が大人かさか、イエイエイ。雨です、雨だしめっちゃ寒い。おめめそれな、すごいよね。ちょっとまつげは今はやんないんですけど、やらずに行くんですけど。ストーブつけたの？もう寒いね。そんなストーブがすぐ出てくるのがすごい10月に。今起きた？おはよう。今日はちゃんと反射しない鏡も持ってきました。じゃーん、素晴らしい。えらいえらい、えらずすぎる。もうまつげ同士が絡まってるわ。よしよし、フィットミーなので16時間くらい崩れないらしい。本当に16時間崩れないのかな。名古屋昼から晴れるの？もうこう傘をささして出なきゃいけないのがちょっとさ結構渋々ポイントだよね。渋々沢栄一さんですよね。おはようみんな。さよく確かに帰り晴れてるとさ絶対忘れるよね。わかる。金曜日からまた夏日みたい。じゃあみんな名古屋に来る時の格好むずいね。おもろい顔でしょ。こうやってメイクしてるんだよいつも。今日誕生日メッセージってことは誕生日じゃん。お祝いさせてよ。もうちょっと可愛くなったらするから待ってて。今日は仕事終わりにビッグスワン行ってくる。ルヴァン頑張ってね。名古屋さんも今日ルヴァンだから。川崎フロンターレ戦ですね。そちらはこちらは、横浜 F マリノスです。
古屋へ赤のれんで買った秋服を着ていこうと思ってる。わ、ナイスコーディネートじゃん。いいねいいね。ポン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 。メイクの工程はもう腐るほどあります。なんかもう人によって全然違うし、私ももうちょっとあのお仕事の時とか、なんだろう、公演の時はもっと頑張る、ライブとか。そう、今日はもうあと4チームしかないのでルヴァンも把握してます。天皇杯とかも全然知らないから。天皇杯はもう全然知らない。マリノスとガンバと神戸と京都サンガとか全然知らないです。確かに気温によって3日分の荷物の量変わる。確かにデカキャリーがええんちゃうの。みんな朝配信ありがとう。朝中ちゃん見られたので、天気悪いけどテンション上げ上げで仕事してくるということで、頑張ってね。アゲン頑張ってね。みんなみんな今日はルコックです。あ、みんなルコックです。何の報告。みんなが頑張るから私も頑張る。来週中ちゃんに行きます。生中ちゃんウキウキしてしまいます。話できなかったら中ちゃん話しかけてね。話しかけるよ、いっぱいいっぱい話しかけるよ。7時半までの予定です。名古屋は今日はだいぶ涼しい。もう結構引くくらい寒いです。何着てこう。今日はロンティーかな。なんかロンティーしまい込みすぎてシワシワなの。この現象って何ですか。ロンティーシワシワ現象なんですけど。配信の後お昼ご飯の準備はして寝たの。はい、なんなら配信前にもちゃんと準備してから来ましたよ。えらいらちゃんだね。ベースメイクが終わったらあとは最低限していければいいので、まずは眉毛。朝ごはんも食べたい。普通に健康的な一日を送りたい。朝はそうヨーグルト食べたいんですけど、気持ち的にはなんかね、ブルーベリーが入ってるヨーグルトが好きなんですけど、昨日はちょっと完熟しすぎたバナナを入れたな。すごかった、バナナでお腹いっぱいになっちゃった。こういうこともあります。眉毛はだいたいいつも適当です。そしたら続いて、まだ時間あるかな、わかんないけど、アイシャドウを塗り塗りします。最近はこのアイシャドウをずっと使ってます。すごいオレンジ。アロエヨーグルト美味しいよね。わかるわかる。セブンイレブンさんのさ、ヨーグルト、飲むヨーグルト、アロエの、あんまり飲みます。もう父安さんのヨーグルトも食べてるのね今。父安さんのヨーグルト with プレーンヨーグルトみたいな、なんかめっちゃさ、どっちも食べてんだけど毎朝。うまいよ、うますぎるよ。この前2じゃないよの収録行った時にたくさんいただいちゃって、そう毎日食べてます。だから腸内環境が良さそう。なんか、あ、腸内環境とか良くないですか。そう、なんかさ、父安さんの大きいプレーンヨーグルトって売ってるんですか。中坂さんの界隈ではちょっと見たことなくて、もし売ってる人いたら教えてください。どこ界隈に行けば売ってますか。
亀戸席1日目は中坂さんから見て右側、3日目は左側でした。いいね。亀戸ってどの辺なんだっけ、真ん中ら辺か、列的に言えば。あ、ソフール、おじいちゃんがよく食べてた。なるほど、広島ならある。ちょっとネットで探してみようかな。売ってたらたくさん買っちゃおうかな。でもダメだ、ヨーグルトってそんな日持ちしないもん、ね、たくさん買うならバカか。定期便とかあればいいの。もう最近さ、あのアマゾン様にお世話になりすぎてアマプラ入っちゃったんだよね。12列から18列まで結構あるんだね。アイライン引いちゃおうかな。かな。まつげが、まつげがすごすぎてアイライン引けないんだけど、何これ。そう、アマプラいいよね。だってさ、あのお値段でさ、いろいろやばい。まつげ、まつげがすごすぎて、なんかいつも目を閉じるとまつげがへたってるからさ、引けるんだけど、まつげ元気すぎて。よし、マジマツパイ大なり。マスカラするか悩んでる今。マスカラ下地だけ塗っとこうかな。すギョい、すギョ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 、すギョ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 い。あれ、ダブルラインがない。では眉毛を描くやつで描きます。おはよう、みんな。よし、いいね。だいぶ簡易的なメイクの割に漏れ始めているわ。マスカラ下地だけ塗っておきたいと思います。これを塗っておけば1日落ちません、まつげが。素晴らしいね。いきます。しかもマスカラのように塗るのではなく、縦にジグザグと塗っていきます。あんま、でもマツパしてる時にマスカラ塗るの良くないんだ、落ちやすくなっちゃう。塗ってる時は多分大丈夫なんよ。落とす時に強力な液を使って結局マスカラって落とすので、それによってマツパの効果も落ちてしまう。なんか普段か、なんか多分さ、こう普通の人って言ったらあれだけどさ、なんか普通に会社員とかしてる人がこんなバチバチにまつげ上げたらさ、結構だいぶさ不思議なさ、なんか絵面になりかねないと思ってて。そうそう、でも中坂さんはあのアイドルだからさ、多少バチバチでもいいかなって思ってるんだけど、なんかそれでさ、めっちゃマツパの人にさ、え、こんなギャン上げにしていいんですかみたいな、がっつり上げていいんですかみたいな、めっちゃ確認されちゃった。なんか本当はもっとギャン上げるやつをやる予定だったんだけど、なんかこっちにしといた方がいいですよって言われちゃって、え、じゃあそっちにするってなった。ああ、タバカン作れそう。15分経った？やばい。15分経ってるもん。こんな感じかな。あ、でもまあ、タバっちゃタバかも。ピンセット消えたし。ピンセットない。ああ、いた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 。焦る。ギャン上げっていうワードはちょっとさすがに使ってない。ごめん。デマです。
なんかめっちゃ上げちゃう感じですかみたいな。とかなんか下まつげも今回マツパしたんだけど、なんか下まつげもうなんかバチバチでいけますかみたいな感じだったから、ニュアンスがね、バチバチとか使ってないからね、まつげバーの店員さんは。こうバチバチでみたいな、めっちゃ上げてほしいですって。なんかどういう感じにしますかって聞かれて、全部あもうパッチリでって、目がよりパッチリ見えるやつでお願いしますって言って、やっぱどこにいてもみんなと目が合うようにね、目はパッチリしていないと、まあ、素晴らしいまつげ、おお、やっぱマツパ偉大なりすぎる。反対もやっていきます。だってマスカラしないでこんなに目がパッチリなことないもん、すごすぎる。なんかね、こういう時はね、太い方をこうやってやるといいの。で躊躇しないことが大切、ギャンギャンとギャンギャンとやっていくこと大切です。大変そうに見えるでしょ、もうなんか可愛くなっちゃうからやっちゃう、大変でも全然顔やばい、めっちゃブサイクだった今、もしかして恥ずかしいじゃん、言ってよみんな、めっちゃ中ちゃん今ブサイクな顔してるよって、教えてくれないとみんなが、わかんないから私。集中してるからもう呼吸とか忘れちゃうよね。喋れないもん、もう。よし。右はなんかいつもうまくいかないんですけど。まあいいでしょう。逆にパーマした後だからくっつかない毛もあるけど、まあ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 、おーおー、はい、皆さんお待たせしました、まつげ終わり、かわいいですか、かわいいですか、かわいくはないだろうってな、ね、キュルンキュルン、いいね、いい言葉だ、ありがとうございます。マキタおはよう、赤ちゃんマンかわちい、そう赤ちゃんマンなの、これ UFO キャッチャー、かわいい、ありがとう、みんなみんなにかわいいとか言われるから、一日のさモチベというか自己肯定感上がっちゃうね、ありがとうみんな、みんなのおかげだよ、よし、鼻が高い、最後にチークを塗っていきます。鼻はまあまた後で塗り直します。電車なので挨拶だけ、おはよう、いってらっしゃい、
モチベ上がるから朝配信続けてみる。いやありやな、ちょっと続くかは分からんけど気が向いたら朝配信もありやな。中坂はところで気が向くのって感じですけどね。このリップおすすめなのでみんなに見せてから終わろう。じゃーん、可愛くない、チュル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 で、チュルチュルで可愛くない。可愛いって、イエーごめんなさい、テンションおかしくてごめんなさい。おでこにパウダーを最後にしておでこがサラサラになればもうとってもね平和です。今日は湿度と戦いながら今日もか生きていきます。赤いリップが最近やっぱ可愛いことに気づきました。あ、7時半になったっぽい。楽しい一日になりそう、みんなが。よかった、私も楽しい一日にするからみんなも楽しい一日にしてね。いや、まつげすごい、いや、まつげやばくない？テンション上がっちゃうんだけど。湿度高いかな、なんか雨降ってるから勝手に湿度高いと思ってたけど、そんな高くないかな。ということで皆さん、中坂の朝配信にお付き合いいただき本当にありがとうございました。はい、皆さんのおかげで久しぶりの朝配信楽しかったです。かわちくなったから最後にどんぐりさんのお誕生日をお祝いしたいんですけど、どんぐりさんいますか。いや、だいぶひんやりしてる今、窓開いてるけど。どんぐりさんいるかな。会社にいます。あ、会社にいた。まだ配信見てるっぽいのでお祝いしましょう。せーの、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディアどんぐりの和田さん、ハッピーバースデートゥーユー、お誕生日おめでとう、お誕生日おめでとうございます。はい、すごい最近中坂美優ちゃんのこと大好きだから、もうその気持ちを絶やさずに一生中坂美優ちゃんのことを応援していただけたらなと思います。ます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 中坂美優ちゃんのことが大好きになると思っておりますので、まあ、これからも楽しみに中坂推しを続けて一生いただけたらなと思います。あとコッペパンもいっぱい食べて、コッペテもいっぱい食べてください。お誕生日おめでとう、ハッピーバースデー、ます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 です。おめでたいね。おめでとう。ハッピーバースデー。雨ですが頑張っていきます、頑張りましょう今日も。お誕生日おめでとう。ということで皆さん、今日は中坂の朝配信、このメイクしてるだけの配信でしたけど、お付き合いいただきありがとうございました。また明日、明日は多分夜配信できると思うので夜配信したいと思います。コンサート期間はどうなるか分かんないので、ちょっとまた予定が出たら皆さんにも共有していこうかなと思います。よろしくお願いします。それでは終わります。もう一回おはようポストし直すかな、でも今日予定あるかな、ちょっとまた確認してし直すかもかもです。では終わります。せーの、バイチャー、じゃんけんぽん、あっち向いて、ほい。今日の合言葉は今日もファイン、おーバイバーイ。いたたたたた、勝った。
後が痛いよ。バイバーイ。今日も頑張ろうね、みんな。えいえい、おー、つみこち。